はい、今回はですね、東京 FM でもおなじみのですね、まあ、北海道ではですね、ALG でも有名なですね、高橋真理恵さんのですね、今日も気をつけていってらっしゃいってね、いうのがあるんですけどもね、まあロングバージョンもあるんですけどもね、今回はこの動画ですね、先ほどラジオでですね、録音したのでですね、この動画のね、私の声の後にね、お届けしたいと思います。早く聞かせれよっていう方もいるかと思いますけどもね、ちょっと私のね、エピソードというかお話をまず聞いてください。結構ね、朝方運転すること多くてですね、まあ仕事のことが多いんですけども、仕事に行く時もあるんですけどもね、やっぱり一日がちょっとね、憂鬱でね、朝ってね、でも高橋真理恵さんのね、今日も元気で気をつけていってらっしゃいなんてね、言われたらね、いやちょっと頑張ろうかってなるっちゃうんですよね。まあそういう方も、結構男性の方でいるんでないかなってね、彼女の声にはちょっとね、癒しの効果があるんですよね。喋り声もすごいいい素敵な声ですしね、なんかこう聞いてるとね、すごい癒されるんですよね。ということでね、先ほどラジオでね、撮ったのでですね、何回も聞きたいよっていう方にね、スペシャルバージョンでね、今回はハイテンションな高橋真理恵さんのね、万馬券当たっちゃうぞみたいなね、今日も元気でっていう感じのありますのでね、お楽しみください。それではお待たせしました、どうぞ。意見伺いたいんですけども、いかがでしょうか。さあ、中山芝2500で発送始まりますが、北さんブラック、はい、昨年3着、もちろん今年狙うと思いますが、北さんは1枠でないと私は厳しいと思います。というのもマルタザポジーが先着、花を切っていくと思うので、北さんブラックがそこでどういう競馬を取るのか、そこにかかってくるルメールの里のダイヤモンドがどこまでかかってくるのか注目です。もういいですか。マリエの間は万馬券の間です。皆さん頑張りましょう。今日も気をつけていってらっしゃい。どうしたどうした。いいですね、元気にいってらっしゃいって。いや、癒しでございます、ありがとうございます、失礼いたします。